はこれを一番伝えたかった。正直僕はもうなんかお金ないですっていう人は絶対借りてきた方がいいと思う。12万あったらいけるよね。あ、いける。そんないらない、そんないらない。何本ぐらい？3週間で手に入れるっていう魔法の錬金術。理学兄さん系です。アメリカ理学生中継。今回のトピックは、はい、お金です。これ大事ですよ。もう一番気になっているところじゃないかなと。どんだけ夢があっても、どんだけすごいパッションがあったとしても、金がなかったらいけないと。そうですよ。どれぐらいの人がいけてるのかっていうのを今回ちょっと撮りたいなと。リアルを伝えたいと思います。なので僕はちょっとまた同じようにインタビュアーになります。まあ、実際にね、さっきも言ったように金がないといけないわけですよ。多分それぞれ家庭のね状況があると思いますけど、どれぐらいの状況で来られてるのかっていうのを教えていただけたらなと思ってるので、はい、まずじゃあまず何人家族でとか、どれぐらいの経済で来てるのかみたいなところどうですか。じゃあ高見君から。僕んとこは僕を入れて4人家族で、まあ、お兄ちゃんがいる感じで、お兄ちゃんは中学から大学まで私立で来てて、あ、もう全部私立。私立。あらま。で、僕は中学は公立なんですけど、高校が私立で、まあ、あの付属校の、まあ、結構学級もちょっと高めだったんで、多分めちゃくちゃ金持ちとかでは全然ないです本当に、うん、けど真ん中よりは上の位置にはあると思います、うんうん、400万いってこいみたいな、そんなもうマジで無理で、うん、で奨学金とか今その借りる奨学金とか特にやってきたわけじゃない。借りるやつはなくて、返済での返済不要の奨学金をまあ一応もらってます。いくらぐらいもらってるの。前は1400ドル。まあでもでかいよね。で、エンザインはワンセメスター学費が3500なんで、うん、あ、じゃあもうなんか半分はいかんけど、まあそうすごい。その返さんでやつよね。返済不要のやつ。こう受給率的には結構高い。まあ GPA で見るんですけど、うん、でも日本人の人は結構、あ、まあ額は人によって変わってくるんですけど、まあ、ある程度もらってる人も多いかなっていう、うん、まあ日本人大体もらうよね。他の国の人たちから、まあ、3-8なんですけどって言ったら、みたいな、高いねってすごいみたいな。なるほどね。じゃあ次、はるくん。はい、僕はこれを一番伝えたかった。正直僕は、兄弟が3人いて、うん、下に2人いるんですけど、で5人家族いるんですけど、さっき聞いてる感じだと親の収入が多分両親の収入が匠くんの、父親1人のちょうど半分ぐらいだと思う。あ、世帯年収がってことね。そうです。まあちょっと言っちゃったんですけど、おかんとおかんちょっとこれまあでもほんまにリアルを伝えたくて、そんな俺でも行けちゃう留学が BYU だよっていうのを伝えたいです。本当にリアルにどうやって来てんの今は。今はアルバイト収入と日本で貯めてきた収入だけ。だから親からの仕送りとか親から援助してもらってるっていうのは一切ないです。え、リアルにそれ貯めてきたのってどれぐらいだと。マジで言うと120-130とかじゃないですか、ね、多分。でもさすがに120-130だったらさ、4年間無理じゃない。4年間は無理です。冤罪に入るつもりなんですけど、冤罪入ったらもう学費は借りながら、あの生活費だけ自分でこう頑張って賄ってやっていくっていう形になると。なんかさ、奨学金借りてなんか困窮する人が増えてますみたいな結構ニュースであるじゃん。あれ俺言いたいのが、絶対エフランみたいな大学に使うからダメだと思ってるんですよ。回収できない、回収できないのもう当たり前じゃん、はいはい、BYU 出た人って大体平均年収500万前後なんだよ日本人は。例えばじゃあ400万借りましたと、はい、400万借りたところで大体学資ローンって卒業した後に支払いが始まるんですよ。その時から 1% なんてもうないようなもんだよ。400万の 1% だよ。はい、いくらですか。4万ですよ。4万で時間を変えるわけですよ。で、ここはもうなんかお金ないですっていう人は絶対借りてきた方がいいと思う。もちろん条件あるよ。親が名義で借りなくちゃいけないとかいろいろあるけど、借りれるんだったらもうそこでがっつり借りてバイトなんかして貯めれるお金なんか知れてるんで、なのでそういうやり方でもう将来に投資全然回収できるんで。お金が原因で留学行きたいのに諦めたって人多分結構多いと思うんですよ。多いね。でも僕見てもらったら分かると思うんですけど、 BYU を選べばそんなに世帯でも挑戦できちゃうっていうのが BYU の留学なんじゃないかなっていうふうに、これは本気で伝えたかったと思います。ちなみに借りる奨学金はどういう奨学金とか種類とか、もし多分日本学生機構っていう、うん、それの種類で多分海外の大学が選べるやつがあるんですけど、うん、こっち来る前にちょっと申請ちょっとしといて、で完全に入りきったらそれがスタートするみたいな。なるほどね。形になってます多分。それどれぐらい借りれるの。月最大で12万とか。12です。なるほどね。思いますよ。みんな学生だったらそこそ こう節約して生活するじゃん、はいはい、そうね、12万あったらいけるよね。あ、いけるし、そんないらない、そんないらない。何本ぐらい。合計多分700ドルぐらいと思う。でそこでバイトさえして現地でもしとけば。あ、そうです。アルバイトしてれば多分賄えるぐらいいけてるんです実際、うん、そうだよね。それを伝えたい。なるほど。
じゃあ、ケスケ君どう？まあ、でもこれはあくまで一つの手段でおすすめする方法ではないんですけど、まあ、バイト以外にも治験だったり献血だったり防ぐ手段もあるので、ね、それ正直でかいと思う。治験ってまず何か教えて。あ、そうね、未来の薬の開発のために協力してお金をもらうみたいなが、アメリカにあってめっちゃお金もらえるんですよ、まあ、それが安全性もね一応あるんだよね。そうだからそれはもうアメリカでの研究は終わってて、それを日本に流出やっていくのに、まあ日本人対象限定のやつなんで、いくら稼げるんですか。ものによるけど1万ドルもらえたりするよな。平均的にどれぐらいもらえるの。まあでも1万が多分高いと思います。性別にもよるから1万ぐらいが多いです。あ、そうですね、多分その。じゃあもう本当今の円安の形で言うと60から130万ぐらいまでは 2週間ぐらい、2週間で手に入れるっていう魔法の錬金術があって俺もね、その友達が聞いたことあるけど、もう働く気なくすらしいね。いや、これほんまになんかそんなヤバいやつじゃなくて、結構やってる人多いんですよ。多いよね。ちゃんと精密検査が前にあって、それ合格した人が多分行くようなやつなんで、うん、そういうので怖いって思う人は献血に行くといいと思う。あ、献血も大きいね。献血は全然大丈夫です、マジで。日本だと献血であっても別にアメちゃんもらうぐらいやけど、こっちに行ったら100ドルとか。100ドル、マジで、月マックスで行けば600、700ぐらい。マジで行くんですよ。俺1回600ドル、700ドルぐらい行って学校でのバイトのバカらしくなる。ほんまにそれだけで言ってるけど、マジであくまで一つなので、そうそう、働くあれはなくさないでね。あんなんで食っていけると思ったら面白いですから。それだけでもう言うたら生活引けちゃうっていう。そうですね、引けます。そうだよね、もうそれだけ1年間抱負いけちゃうよね。マジでいける。友達で1人や治験だけで生活費とか学費全部払ってる人知ってます。バイトなしでもいるような。あ、さすがにそれはちょっとやりすぎやなとは思うけど、まあでも言っとくけど、治験も、献血も別に違法ではないんで。あ、全然違う。あれ働くっていう風にならないんで。そうですね、確かにそれいい情報だよね。いい情報だね、確かに。間違いない。僕もね、それね、前動画で話そうかなと思ったんだけど、人によってね、こう、そうそうそう、俺が進めていいのかっていうのちょっとあったから、でも情報としてね。そう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 、ありがとう。実験体、実験体。もうなんか文句ある方は全部ケイスケ君に。はい、じゃあ次、リヒューどう？僕含めて5人家族で、家のお金は1本は超えてるけど、1.5 は行ってない。みんなすごいですね。まあ、だいたい 1.5 の間だとしても、そのいわゆるめちゃめちゃトップスクール、まあ、誰がいけんやろな、ぶっちゃけ。サラリーマン無理じゃね。無理っしょ。だからそう思うと本当に、本当誰が留学行けんねんって話よな。いや、そうなんです。そう思うと破格よね。ほんまに。して値段だけじゃなくて質もマジで。あ、確かに。探さなかったら、まあ多分200万以内で抑えていけるとこってあるよね。何個かあるんですよ。なるほどね。けど BYU ほど質高いところはないです。卒業先がな。確かに確かに。だってマジでフォーブスとかが出してるベストバリューカレッジのランキングは絶対毎年入ってくるし。入ってくるね。宗教バックグラウンドがあるから BYU に来るっていう、だからそのランキングみたいなのがあって、うん、そのハーバードとかスタンフォード抜いて1位なんですよ。うん、他の大学受かってるけどその大学行くっていう。たまにそういうやつがいいんだよ、バケモンみたいな。めちゃめちゃ賢くてハーバード行けんねんけど、はい、もう宗教の学校に行きたいっていうので BYU 来る人っていうのと、あとはやっぱりハーバードの NBA のスクールあるやん、 NBA スクール、あそこの、アンダーグラッドで入ってくる学校の中で常にトップ3入ってくるのが BYU のはず。BYU はNBA 進学生も非常に多いから、その中でもトップスクールに行く人はかなり多い。あの、一つだけ勘違いしてほしくないのは、僕はその、まあ、親が、まあ、ある程度はその出してくれたから、その払ってもらってるけど、でも僕はその将来卒業してその働く中で、その今まで払ってもらった金額全部メモってもらってるんで、それは働いてから全部返すよ。お前なんか最後にポイントあげようとしてるな。何でお前自分守ってんねん。何なんかポイントあげようとしてる。じゃあやっとで。ダメに向けて。まあもうみんなはお母さんお父さんに感謝やな。みんなありがとうございます。ちゃんと I love you って伝えときや。まあ、リアルというところでお金で諦めてる人はぜひ、特にね、ハル君みたいなシチュエーションの人がマジョリティとしては非常に多いと思うんで、ぜひこの動画にたどり着いてほしい。どうにかして頑張ってもがいてほしい。ということで、この動画が役に立ったって方はいいね、チャンネル登録、あと通知ボタン、そして彼らに何かコメントとか僕にでもいいんですけど、あればコメントください。はい、じゃあ今回この辺でまたね、バイバイ。コスパ最強 BYU 留学のご紹介です。
BYU は大手企業への就職、格安な留学費用、英語初心者でも始められる留学です。ぜひ詳細は概要欄から確認ください。